こんにちは。今日はまたマス手帳の紹介をしたいと思います。前回はここまでだったと思うんですけれども、ちょっと増えたのでほんのちょっとですけどご紹介したいと思います。これ隠れキッティちゃん見えてますかね。バーコードとか、あとカメラの使い方で、ちょっと面白いのがこれ段ボールだそうです。でこれはパスポートだったかな、とコンペイトとレトロ花ですね。これが測るものだったかなと思いますと、なんだったっけ、これもレトロのレコードとかカセットとかと、夜の窓と工具で、今回 MT のオンラインショップでこういうのを見つけました。これ幅が15ミリと9ミリがあったんですけれども、私は15ミリをよく使うので15ミリを買ってみました。中身はねこんな感じになってます。これはウォーターカラー、水彩ですね。こんな感じになってます。面白いなと思って今回ちょっと購入してみました。と、これは水彩で、これが同じタイプのクレヨン。と、色鉛筆、こんな感じです。このマスティはなんか通常のマスティよりもちょっと柔らかい素材になってるみたいで、手でちぎったりしてもうすごくニュアンスがいいというか面白い感じになります。ちょっとねお気に入り。これは色鉛筆ですねの単色で、これが模様が入ってるところです。ちょっと可愛いですよね、面白くて。これが水彩の単色です。で柄、これすっごくなんか本当に夏っぽくて綺麗だなと思ってます。これがクレヨンの単色です。ちょっと落書きしたみたいな感じのクレヨンのデザインになっています。なんかねこれ切り絵とかも楽しそうで、ね、お子さんがいる家庭、ご家庭では使ってみたら楽しいかもしれないですね。で新しくちょっと足したの、また買ったやつがあるんですけれども、すごく私気に入ってるのがこの蝶々、見えますかね。これすごい可愛いなと思って、もう早速お友達にお裾分けファイルを作って送りました。と前から気になってたキャンディーです。それとマスティは10周年アニバーサリーギフトボックスから、これももうちょっと使っちゃってるんですけれども、こんな感じのマスティ購入してみました。あとねちょっとこの間雑貨屋さんに行ったらプチジョアさんのマステが
なんとお安く売ってありました。見えるかな、こんな感じです。ちょっと季節が外れてるかな。くまさんの模様、これ綺麗ですよね、ブルーが。これもね、後でちょっとマステ帳に貼りたいなと思ってます。これはアイスクリームの柄ですね、これはなんか木の実みたいな感じです。なんかね、私の動画本当いつもダラ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 お話しするのでサクサクといきたいんですけれども、こんな感じで今回購入してみました。それと前回オパールケイトを紹介した時のあの腹巻き帽子を編んだアマリートが結構出てきて、今もうちょっと継ぎはぎになりますけど、またこう組み合わせて編んだりしています。もう最後までね、やっぱり使い切りたいので、もうほんと手芸大好きな私ですけれども、もうこんな感じで夏を乗り切りたいと思います。よかったら上の方に、私のアイコンを載せておきますので、あのまだね、あのマスキングテープオンラインショップでちょこっとだけ購入したものがあるので、そういう動画も上げたいと思いますから、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。いつも本当ダラダラなっちゃうので、今日はこれで終わりたいと思います。じゃあまたね、作品ができたら動画にしたいと思います。バイバイ。